シャンマと申します。よろしくお願いします。で、プロテオムデータのインテリジェント解析とデータベース化というお話をさせてもらいます。前半は、このインテリジェント解析のところで、後半はデータベース化のところで、お話をさせていただきます。で、前半の部分ですけど、私の研究室の准教授の杉山先生、あと、吉澤さん、今回、世話役務めておられるんですけど、それから田畑さんから、博士課程の学生だった、もう今学位取りましたが、タイからの留学生の、パスラインさんが、コントリビュートしてくれました。で、我々のラボが目指している、これ長期的な目標なんですけども、まあ、資料から、最終的な、その生物学的知見を得るまでで、まあ、いろんなウェットの工夫がもちろん、たくさんあるんですけども、その統一的に、この、インテリジェント解析を行うことによって、まあ、それぞれの各ステップで最適化をしていくんじゃなくて、最終的なアウトプットが最適化されるような、まあ、ワークフローを組みたい。で、そのための、インフォマティクスを、まあ、上手に使った、アプローチを、まあ、完成させたいという、野望を持っております。で、今まではやっぱりそのデータ計測はデータ計測のとこ。で、その後に、まあ、コンピューテーショナルプロテオミクスと呼ばれるような、そのスペクトルからタンパク質までのところ。それから、そのデータサイエンティストが多分大活躍をする、そのタンパク質を使ったその生物学的な知見を取るところっていうところに分かれてたと思うんですけども、これ最初からその最終的なアウトプットを見据えた、まあ、統一的なものができないかっていうのを、まあ、目指しているわけです。で、ゲノムとやっぱり一番大きい、ゲノムトランスクリプトミックスと一番違うところは、やはりその計測のところでして、少なくとも測定機器については多分、多くの人はもう何も考えずに、まあ、どっかに外注したりということも、できると思います。で、それは、NGS が、十分に技術的にマチュアになってきたからということだと思いますけれども、まあ、単に、研究ツールとしてだけではなくて、まあ、医療機器としての、NGS も、どんどん、こう、マーケットを広げてきていって、で、私の目指すところは、これのプロテオーム版をやはり作りたい。プロテオームシーケンサーを作りたいというのを、まあ、野望として持っているわけです。で、もう、一番有望なのは、このショットガンプロテオミクスというアプローチで、タンパクを分析するんではなくて、それをこのショットガンのように、細かく断片化したこの断片を、LC-MS/MS で解析することによって、情報を得るということになります。で、これをすることによっていいこともあるんですが、この情報学的には負荷が一気に高まるわけで、分解してしまうことによる、まあ、リスクもあるし、まあ、メリットもあるわけです。で、もう少し詳しく説明しますと、一つのタンパクを消化酵素で消化してペプチドにしてから、それを LC で分離しながらタンデム質量分析圏の中に送り込むということになります。で、そうしますと、例えば、人2万ジーンがあって、で、そこから生み出されるものが100万タンパクとすると、その質量分析系で、見なければいけないオブザーバブルな、まあ、トリプシン消化ペプチドとすると、まあ、3000万種ぐらいある。で、この3000万種ぐらいのものが均一濃度ではなくて、例えば細胞の中だと10の6乗ぐらいの濃度差があり、例えば体液中だとそれがさらに幅広くなって10の12乗ぐらいになる。なので、まあ、アナリティカルにも非常にチャレンジングな、まあ、対象ということになります。で、さらにはこの得られた MS/MS スペクトルをデータベースと検索に対してこう当て込むわけで、そこでもまあいろんな不具合が生じる可能性があるということです。で、そのプロテオームシーケンサーとしての LC-MS/MS ですけども、酵母をテスト資料として、まあ、今までずっとその性能が評価されてきました。で、このグラフは、X 軸が、まあ、アバンダンスで、Y 軸がそのフリクエンシーということになります。で、この青いやつが、実際の分布を示していて、で、2001年ぐらいの、質量分析を使うと、アバンダントのやつについてはほぼ100%カバーできているんですが、量の少ないタンパクについては全然カバーできてないという状況でした。で、それが、まあ、年を追うごとにだんだん、こう、理想形に近づいてきているということがわかります。で、2000、何年か今、ズームで見えないんですが、
2008年ですね。2008年になると、LTK オービトラップという機械が、上市されて、非常に長い時間がかかるんですが、一応は、イーストぐらいのコンプレックスの資料であれば、全部プロテオームが見れるようになった。で、ただしこれ、1サンプル41日かかるので、まだまだ全然、ダメだったんですが、これが、2014年になると、同じサンプルが、85分でできるようになった。ということで、プロテオームシーケンサーとしての LC-MS-MS が、どのぐらいのスピードで技術進化を遂げているかっていうのが、わかるかと思います。ただし、例えば、これ、蓮沼先生もこのグラフ出しておられましたけども、これ、ゲノムトランスクリプトームです。1塩基を読むあたりの、コストを示しているんですが、この不連続な、この現象は NGS の登場によるもので、でプロテオームも確かにこうずっと直線的に減少はしてきているんですが、やはり NGS ほどのインパクトのある技術革新がない限りは、NGS のようなインパクトを与えることはできないということになるかと思います。すなわち何かが必要で、で、私はこれは、一つは、分離分析としての技術突破があるかなと思うんですが、もう一つは、やはりその統計的な解析手法によって、技術突破ができるんじゃないかと、限界突破ができるんじゃないかというふうに、期待をしているわけです。というのは、これ2017年の、ノーベル賞に、受賞対象となった、クライオイームですけども、全く同じローデータに対して2013年ではこんな感じだったのが、2017年の時点で、このぐらいに、レゾリューションが上がると。で、これは、ハードの、改善というよりは、むしろ、その解析手法の、進化によって、こういうことが可能になっていると、いうことかと思います。で、同じことを LC-MS-MS でできないかというのが、考えているわけです。で、これはネタバレしているものもあると思うんですけども、この、抗がんの微小面が、いますが、これは、ある結果から、じゃなくて、ある原因を、から、結果としてこれが得られているわけです。何かを、何かの処理をすると、こういう抗がんの微小面が得られるわけです。で、結果から原因に戻るにはどうしたらいいか、ということです。で、この原因は、私なんですが、どうやったらこんな抗がんの美少年になるかということで、これには、だからいろんな様々な、なんかいろんな関数が、使われて、いろんなルールが適用されて、これがこういうふうになるわけですが、そのルールが全部分かれば、その変数が全部分かれば、この逆もできるわけですね。一対一対応ができるはずです。だけど、この抗がんの美少年の写真1枚渡されただけでは、絶対こっちには戻れないですよね。だけど、これが、1億例あれば、1億枚違う例があれば、そこに含まれているルールを推定することができるはずだ、ということです。で、今は、そのぐらい大量のデータを、取ることができるはずなので、LC-MS-MS だって、もともとどういうタンパクがどのぐらいあったかということを、最終的な LC-MS-MS のデータから、推定できるんじゃないか、ということです。で、もう一度 LC-MS-MS のデータをちょっと見てみようと思うんですが、プロテオミクスの場合には、ショットガンプロテオミクスなので、最初はタンパクがあって、それがペプチドになって、でそれを LC-MS で分けるわけです。で、その時には、この二次元の、スペースのところに、こう、ピークが、こう、分散するわけです。で、マススペクトロメトリーの分野では、こういうものを、スペクトログラムとは呼ばないんですが、信号解析の分野では、周波数と時間のこういう二次元プロットのことをスペクトログラムと、呼ぶので、それに習って、ここではこの LC-MS-MS のスペクトログラムと呼びます。で、この一点のその裏には、実はもう一回 MS-MS を行うので、ここの境界では得られるのが、これ MS1 のスペクトルで、その一つのピークから、その下には MS-MS のスペクトルがこうくっついているということになります。で、個々のピークには、
それぞれ同位体クラスターがあって、で、このピーク幅を読めば、このイオンが何かのイオンであるかということもわかるわけです。で、アイソトープクラスターやチャージディストリビューションの情報も実はここには入っている。で、まあ、様々なこういう情報を、使って、普段我々が今までの方法でどういうことをやっているかというと、これ得られた MSMS スペクトルに対して、あるシュレースホールドを引きながら、ピークを単純化し、これを、このような数字に変えて、で、プリカーサーイオンの情報とプロダクトイオンの情報を、使って、元々あるタンパク質の配列データベースをインシリコでダイジェクションして、それをペプチドにした後に、この、照合を行うわけですね。で、そうすると、ペプチドが決まって、で、ペプチドが決まってから改めてタンパクへ戻すということになります。で、このステップは一方通行の、戻りなしということになります。で、もっと、模式的に表すためにこれを作ってみました。一つ一つのタンパクについて、一枚のシートにその配列が書かれていて、それを、こう、短冊切りするシュレッダーでまず切ります。で、まあ、ペプチドに切ったようなものです。で、それをさらに細かく切って、バラバラにしたこのシュレッダーの、このカスを、一枚一枚、丁寧に戻していって、最後のタンパクにできるかっていう、このステップを我々がコンベンショナルにはやってるわけです。で、これでやってる限りは、今、平均的にはだいたい 30% ぐらいしか戻すことができる。スペクトルは取ることができていても、最後の、この紙にまで戻すのは 30% の確率であるということと、あと、非常によく間違うっていう、この2つの問題があります。で、これを、一気にやりたいということです。つまり、ペプチドに行ってからタンパクにやるんじゃなくて、もうペプチドのこともタンパクのことも考えながら一気に元へ戻したい。というのを、試みています。で、その時に、もちろん私全然こんな専門家じゃないので、どうしたらいいんだろうと思って、絶対できるはずだと思って、分かってくれそうな人に、まず聞きました。で、そしたら、うん、それは私の専門じゃないから、次の先生を紹介してあげるよって言って、次の先生を紹介してもらいました。で、その先生も、やっぱりちょっと僕とは違うなぁって言って、もう一人先生を紹介してくれました。で、その先生の研究室に行って、じゃあ一緒に、若い人もいるから一緒に話を聞こうって言って説明をして、そしたらその若い先生が、それだったら多分僕はできますと言ってくださいました。なので4人目でようやくたどり着いたんですが、その先生の専門は、オーディオ信号です。で、つまり、いろんな楽器で演奏された、ミクスターのこういうスペクトログラムを、元々の、楽器の、がどういう、時にどういう音を出していたかっていう、まあ、楽譜にまで戻すっていうことができる。つまり、コンサートの録音データから、楽器を、楽器じゃなくて楽譜を、まで、戻すことができる。で、原因から、つまり結果、で、結果から原因に戻すっていうことが、できますよ、と言われたので、音楽のデータと、プロテオミクスの LCMS のデータの、その、類似性をまとめてみました。パッと見が、まあ、似てますよね。時間と周波数と時間と M over G。で、いろんなものがやっぱり似てるんです。で、階層性っていう意味が、ところがやっぱり一番、私にとっては、興味深くて、つまりトリプシンで切るっていうのは、例えば、その音楽のキーが一体何だっていうのと似ていたり、それから、電荷数の違いっていうのは多分、オクターブの違い。で、プロテオミクスの場合には、基本的にはアミノ酸の組み合わせでできている。で、音楽の方も、基本的には12音の、音の構成でできている。で、そこには決まったリズムがあって、音が、を出してはいけないタイミングでは音は出ない。もしくは、不協和音があるとかないとか。まあ、いろんなことを考えると、これは、同じ、ルールで、同じ手法を、適用すれば、これは解けるんじゃないか、と思ったわけです。で、早速やってみました。で、得られたこのスペクトログラムを、行列で表そう、ということで、行列で表しますと、で、これは行列分解をすると、要するに、スペクトルの行列と、時間の行列に分解できる。で、スペクトルと時間に分けたものが、まあ、得られるスペクトログラムなので、これが、オブザーブドのスペクトログラムと、こういうもので、
出来上がっている、スペクトログラムの、まあ、差が、最小になればいいということになります。で、こういうものは、よく、音楽の信号解析ではよく使う。で、一番よく使われているのが、絶対負にならないので、値は絶対負にならない。非負なんですけど、で、っていう条件下で、この式を解くと、非常に、間違わないっていうことが、知られています。で、ただし、これ、これは、4つのタンパクをダイジェスチョンした、ミクスチャーを、分析したもの、シンプルなミクスチャーですけども、これ、トータルイオンカレントクロマトグラムです。で、これに対して、もともと存在する、このノンネガティブマトリックスファクタライゼーションっていうのを、当てはめると、まあ、こんな感じで、そこそこは合ってるんですけど、いまいち合ってない。で、そこで、そのタンパク質特有の、例えば、タンパクとペプチドには、あるペプチドはあるタンパクから出てきているっていう、階層性を考慮したり、それからアイソトープクラスターを考慮したり、まあ、ノイズを考慮したり、LC のリテンションタイムを考慮したり、等々をすると、まあ、一番下のようになります。で、こいつとこいつを比較していただけたらいいんですけども、まあ、非常に高い相関が認められて、まあ、このぐらいのシンプルなコンプレックスだったら、十分にこの手法はワークするということが分かりました。で、それが、まとめたものがこれで、プロテオミクスで今までの方法でやる、マスコットっていう、サーチエンジンを使って、決まったものと、この新しい手法で決まったもの、こんな感じで、このオーバーラップについて、ピークインテンシティの相関を見ても、まあ、非常に高い相関がある。で、それをタンパクレベルでやっても、まあ、うまくいっている。で、もう少しコンプレックスなサンプルでやろうということで、48タンパクのミクスチャーを、消化して、トリプシンで消化してやってみました。でも、これもまあ、比較的うまくいっていて、もちろん、こう、バラバラばらけるところもあるんですけども、タンパクレベルにすると、まあ、非常に高い相関が見られて、まあ、この手法は結構使えるんじゃないかと。で、さらに、プロテオームレベルで、使えるかっていうところまで、やってみました。で、これはイーコライライセートを使って、で、さっきは、スペクトルの方の行列については、理論的なものを使っていましたが、こいつは、実験的な、前もって、ランをして、どういうペプチドが入っているかっていう、そのライブラリを作っておいて、そのライブラリを用いた、解析を行っています。で、それを用いることによって、まあ、これも、既存方法と、まあ、高い相関が見られるということで、まあ、このスケールでもまだ、十分にワークするということです。で、これはちょうど昨日、バイオアーカイブに出したので、もし興味がある方は、見ていただいたらいいかと思います。で、J ポストの、お話をさせていただきます。で、先ほど紹介していただいた森田さん、ここにいます。で、吉沢さんとか、その他の皆さんも、後藤先生もここにおられます。で、これはプロテオームの、データを、まあ、きちんと標準化して、データサイエンティストが使えるような形で、まあ、世の中に出していくというのが、一つの目的になっています。で、このプロジェクト自体は2015年の4月から始まったんですが、これ日本の、生命科学系のデータベースの、こう、標榜、なんていうか、一覧にしたようなものです。で、プロテオームのところだけ、こう、スポット、この時点では抜けておりまして、だから、まあ、この穴を埋めるものとして、J ポストというものを、みんなで、開発しようということで、ウェットの研究者とドライの研究者と一緒になって、始めたわけです。で、これ2018年の、EBI のデータですけども、プロテオミクスのデータって、大体このゲノミクス、トランスクリプトミクス、それからメタボロミクス、これ対数グラフですけども、ちょうど間ぐらいの、データ量が、全世界的には、溜まりつつあります。で、先ほども言ったように、我々の目的は、まあ、いろんなところで取ったデータをちゃんと集積して、整った形にして、シェアをするっていうのが目的です。で、その J ポストは、だからその、こう受け口になるリポジトリ、それからそれを再解析して、データベースとして外に吐き出すっていう機能があります。で、今日は、この前二つ、特に真ん中のところの紹介をさせていただきます。で、一番最初のスライドに戻るんですが、この J ポストはこのマススペクトルのところから、このタンパクのところまでをやります。で、タンパクのところまでやれば、
あとは、そのデータサイエンティストが、自分の興味で、大量のデータを使ったりっていうことができるようになるんじゃないかなと思うんですが、まあ、もちろん、我々もここまでもやりたいっていう、希望は持ってますけども、まあ、とりあえずは、いろんなインフォメーションが伝わってもらえる形っていうのは、やはり、ここまで持っていくっていうのが一つ大きなポイントかと思います。で、やはりゲノミクスと大きく違うのは、ここまで持っていくためには、質量分析の知識がなければできないので、その、やっぱりインフォマティシャン、ここに今、インフォマティシャンのコントリビューションが必ずいるんですが、その、質量分析も知ってなきゃいけないっていうのが、やはり大きな、多分、ハードルになっているんじゃないかなと思います。なので、例えば JPost のようなものがあれば、その後のデータサイエンティストが、より、領域の中に入ってきて、増えやすくなるんじゃないかという期待もあります。で、これ、JPost の、最初の、画面になってます。で、これ、2016年ぐらいの画面ですけども、この時点で、プロテオミクスチェンジっていう、その、世界的な、コンソーシアムに、加わったっていうアナウンスです。で、これ、後藤さんも、示されてましたけど、JPost というのは、その、EBI のプライド、それから北米の、パッセルとか、マッシブとかに、対して、まあ、アジア圏、アジアオセアニア圏唯一のリポジトリとしてワークする予定だったんですが、まあ、その直後に、iProx っていう中国のリポジトリが入ったり、それから北米の方でも、さらにパノラマパブリックとかっていうのも入ったりして、まあ、結構、いろんなところが今乱立しつつある状況ですが、JPost 結構頑張ってまして、これ、2016年のラウンジからずっとデポジット数を見ているわけですが、直線的というよりは、こう、だんだん傾きを増しながら、特にコロナのに入ってから、急激に、こう、デポジット数が上がっています。で、年間だいたい100プロジェクトぐらいかなっていう予測をしてたんですが、実際はもう今、年間200プロジェクトを超えてますので、まあ、非常に順調に推移しています。で、当初、目標としていたアジア圏だけではなくて、実はヨーロッパ圏や北米にも、からも、ユーザーが、登録をしてくれてます。で、これ1年前と比べて、大体、ユーザー数も130ぐらい増えてます。それから、国も、9個増えてますので、まあ、順調に国際化が進んでいるということかと思います。で、サイズとしては今22TBぐらいですね。で、半分が人のデータで、残り半分が、まあ、いろんな生物種ということになります。で、再解析の紹介ですけども、最初の方にそのショットガンプロテオミクスの危うさっていうのを少し紹介しましたが、普通はエラーレートを、ターゲットデコイアプローチで、推定をしています。で、これ、ご存知の方もたくさんおられると思いますが、ターゲットとなる配列が入っている普通のデータ、配列データベースと、それをランダマイズさせたり、ひっくり返したり、まあ、いろんなことをする、嘘のデータベース、同じサイズのものを用意して、で、このデータに対して、照合すると、もちろんヒットタンパクが得られるんですが、この嘘データベースにヒットした、嘘ヒットタンパクも得られます。で、ここにこんだけあるということは、多分、ここにも同じだけあるだろう。嘘がここに混じっているだろう。ということで、これを利用して FDR が、フォースディスカバリーレートが求められます。で、これは、気をつけなければいけないのは、このターゲットデコイアプローチによって、どのぐらい嘘が入っているかっていう推定はできるんですが、どのスペクトルが嘘かっていうことはわからないというのが、ポイントです。で、それだけじゃなくて、実はまだまだいろいろ穴がありまして、これは2014年にネイチャー誌で発表された、バックトゥーバックで発表された、ヒトプロテオームのファーストドラフトの、2つのペーパーです。で、それぞれ大体、17000とか18000ジンプロダクトを、同定したということで、報告がされています。で、その直後に、いろんな人たちから、あれはちょっと怪しいんじゃないかっていう、噂が立ち上ってたんですが、これスペインのグループが、雑誌の中で、はっきりと、解析をした結果を、述べていて、その中で、まあ、はっきり言ってるのは、もうこれは嘘がたくさん混じっているから、ペンディングした方がいい。これは公開すべきではないというようなことが、まあ、はっきり述べられています。で、なんでこんなことが起きたかというと、これ理由は明らかで、普通 LCMS-MS のランは、まあ、10回とか20回程度、
の、あの、数で、占められますけども、先ほどの大きなプロジェクトの場合には、あの、1000回を超えるような LCMS、MS を、のデータを集積しています。で、そうしますと、もう、あの、本当のタンパクは頭打ちになります。で、一方、毎回のランで 1% だけ許容されているウソヒットは、ランダムに当たっているので、あの、ランダムに当たっている限りはどんどん直線的に増加します。なので、数十回ぐらいでやめておけば、あの、大した、ウソヒットにはならなくても、トゥルーヒットがサチュレートしていて、ウソヒットが直線的に増加する、こういうところになると、まあ、非常に高い、あの、フォースディスカバリーレートが、実はあったということが、あの、予測されるわけです。で、あの、この怖い顔をしたユーゲン・コックスという人ですけども、あの、自分が持っている巨大なコンピューターをフルで活用して、その数、あの、1000を超えるような、LCMS、MS データを一気に、あの、マージして、フォースディスカバリーレートをターゲットデコイで求めました。で、そうすると、そこで生き残るのは、元々のものに比べると、非常に少ないということが分かって、でまとめますと、まあ、あの、3分の1は嘘だったということになります。もともと報告されているうちの3分の1はやっぱり嘘が混じっていたということが、あの、推定されたわけです。で、ただし、この方法も本当に正しいかというと、なかなか難しくて、というのは、ヒットタンパクがこのフォワードデータベースのほとんどをすでに占めてしまっているので、実はフォース、ヒットとして見つかったものが、本当に同じだけここにあるかというと、多分そうではなくて、多分もう少し少なくなっているはずだ。なので、さっきのユーゲン・コックスのやつはちょっとやっぱり言い過ぎの可能性もある、とも言われています。ただし、じゃあどうやったらいいんだっていうところには、あの、全然、正解がまだありません。で、我々はじゃあそれに対してどういうアプローチを取るかっていうのが一つポイントで、ということで、この、アプローチを考えてみました。で、同じ、ある一つのデータセットに対して、これ4つの検索エンジンで、サーチをかけて、それぞれ 1% のフォースディスカバリーレートを認めるということでやりますと、全部のオーバーラップ結構あるんですが、それぞれの、やっぱりサーチエンジンでしか当たらないヒットも結構あります。それに対して、デコイヒットの方も、それぞれ 1% だけ嘘ヒットが混じってるわけですけども、こいつらは本当にランダムで当たってるので、オーバーラップがほとんどありません。なので、それぞれちゃんとマージして、もう一回 FDR を計算し直すと、もともとは 1% の FDR であったものが、あの、いつの間にか 2.4% に上がります。なので、まあ、同じことが先ほどの、あの、ファーストドラフトの、あの、ネイチャーペーパーでも起きていたということになります。で、これを回避するために、あの、このユニスコアというのを、あの、導入することにしました。で、これは何かと言いますと、どんなサーチエンジンで、の検索結果でも、まあ、構わないので、とにかく、スペクトルに対して、ある配列が提示されたときに、そのスペクトルは、その配列を指示するイオンがどのぐらいあるか。で、B イオンとか Y イオンっていうもので、あの、配列が指示されるわけですが、非常にシンプルに、いくつこういうイオンがあるか。ということと、あと、この2つのイオンで挟まれたアミノ酸はもう一義的に決まりますので、こう挟まれたアミノ酸がいくつあるか。で、このたった2つのパラメータを単純に足しただけのスコアです。で、いろんな実はパラメータを、あの、いじくり回して、どれが一番いいだろうという最適化をしてるんですが、最終的に実はこんなシンプルな、あの、スコアリングで全部が解けるということが分かりました。で、今までのサーチエンジンと比べて、このユニスコアっていうのがどういう関係にあるかっていうのをまとめたものです。基本的には正の相関があるんですけども、あの、適当にこうばらついてくれています。で、このばらつきが、あの、吉と出るか、凶と出るかというのを、まあ、見てみたのが、このグラフとなります。で、これは X 軸は、まあ、スペクトルの数だと思っていただいたらいいと思います。同定されたスペクトルの数。で、Y 軸が FDR パーセントですので、例えば 1% のところでこうじーっと見ていくと、この青いやつはヒットスペクトル数が6万を少し超えたところ、で、オレンジのやつはもう少し多いということがわかりますので、あの、カーブとしては右の方にシフトしてればしてるほど良いというものになります。で、この4つの結果見てみると、それぞれ違うサーチエンジンを使っているんですが、いずれの場合にも、このユニスコアの方が、元々の、
サーチエンジンのスコアよりもいいということがわかります。で、ユニスコアは、これマージ、簡単にマージできますので、同じスペクトルに対して、違う配列がアサインされた場合、一番高いスコアを持つものを採用すれば、それで、サーチエンジンの結果をマージすることができます。で、マージしたのがこの結果です。で、マージしても、相変わらずユニスコアっていうのは、トップになるということがわかります。で、これはあるデータセットについてですが、例えば、これはリンサカペプチドのあのデータセットについてやってみても、同じことが言えます。で、ユニスコアは、異なる結果をマージするのに非常に適しているということと、しかも同定数を増やすこともできているという、まあ、ボーナスがついているということがわかります。で、もっと大きなデータセット、ヒューマンプロテオームの、やはりファーストドラフトのデータセットに対して、当ててみようということで、まあ、そこに含まれている最もでかいデータセットっていうのは、医薬基盤研の友永先生のところで捉えたデータセットなんですが、大腸がんのデータセットなんですが、まあ、そのデータを、いただいてきて、再解析をしました。で、大きく分けて4つのデータセットに分かれているんですが、それぞれのデータセットについて、これはペプチドレベルです。で、ユニスコアで、再解析したもの、で、元々の方法で解析したものと比べていきますと、まあ、いずれの場合も圧倒的にユニスコアで再解析した方が、まあ、同定数が増えているということがわかります。で、しかも、この、4つのものを、まあ、簡単にマージすることができます。で、これをマージしたのがこの結果で、全体が FDR1% で、コントロールされているということになります。で、タンパクレベルで見ましても、これ9000タンパクを超えていて、まあ、元々のものが7800ですので、まあ、タンパクレベルでも、まあ、カバレッジを上げることに成功しているということが分かりました。で、こうやって、まあ、再解析したものを、まあ、どんどん集積していって、JPOST のデータベースのコンセプトとしては、まあ、ユーザーがここからある検索して検索をして、必要な、データだけを取り出して、まあ、いろんな解析に、その後、供するということが、コンセプトになっていますが、まあ、ここは、今日は時間の関係で、飛ばしたいと思います。で、まあ、こういう再解析をしていく上で、最も重要なのが、まあ、いろんな人がデータをデポジットしてくれるんですが、例えばどういう資料を使ったのか、どういう分析方法を取ったのか、どういう機械を使って、どういうパラメーターで、データを取得したのかっていう、ことが、入力されてなければいけないんですが、残念ながら、いい加減に入力する人もいて、それを、正す方法もないわけです。なので、そういうものを改めて、取得するためには何がいいだろうというと、そのデータをデポジットした人に対するインセンティブがあればいいだろうということで、データジャーナルを創刊することにしました。で、データジャーナルですので、まあ、そのデータに関する、まあ、詳細情報を入れてくれれば、それで、論文として、まあ、成立すると。で、そのレビューの過程で、その、不足しているデータ情報を、きちんと取得できれば、まあ、再解析の時に非常に大きな、補助になるということで、これを創刊いたしました。で、JST の J ステージから、すでにこれは、提供が、始まっています。で、昨年の9月30日に一応創刊をして、私がエディターインチーフになってるんですが、まだまだ投稿数が、全然足りませんので、まあ、先ほど申し上げましたような、データ論文もそうなんですが、実験的なプロトコールとか、あと、コンピュテーショナルな人には、ぜひこの、ちょっとした、コンピュテーショナルツールも、データプロセッシングノートとして、受け付けるようにしてますので、興味のある方は、ぜひ投稿していただければ、いいかと思います。で、レビューも当然、受け入れるようにしております。はい。ということで、データベースのインテリジェント解析とデータベース化ということでお話ししていただきました。どうもありがとうございました。